幼流観音像、二宮境内にある、源氏物語の歌妃教神社は、佐賀県唐津市の鏡山のふもとにある神社である。現在は松浦宗鎮樹教神社と呼ばれ、旧称は、鏡村廟宮、京宮、松浦宮、板潰社、栗大明神。古来、教神社は、松浦国の宗者として尊崇され、松浦三社の一位に列せられていた。遥かなる時を超え今も、 松浦地方の鎮守神として親しまれている。洋流観音菩薩を始めた手紙様なども、神道で祭祀をしており、神仏集合の名残を今も受け継いでいる神社である。本殿が二棟あり、一宮に、沖永たらし姫命、二宮に、藤原広次を祀る。源氏物語、玉かずらの巻で、日後の豪族大武官が玉かずらに宛てた歌に、松浦なる鏡の神と読まれている。 社言では、三冠征伐の際、神宮皇后が、鏡山山頂に戦勝を祈願して、鏡を収めたが、その後この鏡が霊光を発したことから、それを聞いた、神宮皇后が、自らの精霊を鏡に込めて祀ったのに始まると、伝える。また、三冠征伐の木と、神宮皇后は、当地で神通に襲われたが、里人が差し出した湧き水を飲むと神通が収まり、 海の地にて無事に、王人天皇を生んだという。このことから安山の霊言もあるとされる。藤原広次の乱により、藤原広次が当地で処刑された十年後の、天平商法二年、非善国史に左遷された、木尾末備により、広次を祭る二宮が創建された。広次処刑の後、玄宝が畜死に左遷され、そこで没したことから、これは、広次の怨霊のせいであるとされ。 それを慰めるためであった。元は松浦宮、松浦病愚と呼ばれ、空海が鏡神社に改称したと伝える。重要文化財、ありがとうございます。